はい、皆さんおはようございます。今回もですね、早朝から動画を撮っていきたいと思います。はい、でですね、今回やるのは前回動画でもちょっと紹介したと思うんですけど、この間秋葉原行ってね、アウトレット品ってことで買ってきたノートパソコン ASUS のやつですね。型番が U24A ってやつなんですけど、こちらのね、ちょっと CPU を換装していきたいと思います。でね、現在入ってる CPU が Pentium の B980 ってやつですね。サンディブリッジ世代のやつです。でね、一応このパソコン、IB ブリッジの世代の CPU も乗るってことだったんですけど、まあ今ちょっと検証のために Windows を入れてます。うん。普段はね、Linux 入れて使ってたんですけど、ちょっと今ね、仮で Windows で入れてみてます。で、今回何の CPU に交換するかってことなんですけど、まあ i5 i7 でもいいんですけど、まあね、ちょっと今回はそこまでの性能を求めていないので、まあ、i7 のノートパソコンとか他に何台か持ってるので、今回買ったのはね、こちらですね。この CPU。はい。これ、Core i3 です。Core i3 の 2310M ってやつですね。はい。で、2コア4スレッドのやつで、これはサンディブリッジ世代のやつですね。で、今入っている Pentium も、サンディ世代のものなんで、変わりません。で、動作周波数も、こっちの Pentium の方が 2.4GHz で、で、こっちが 2.1 なんで、動作クロックは下がるんですよ。で、下がるんだけど、まあ、大きな違いは、スレッド数ですね。Pentium は2コア2スレッド。で、i3 の方が2コア4スレッドで、で、ハイパースレッティングでね、スレッドが倍になると、まあ、果たして性能は変わるのかというところですよ。はい。で、普通に考えて、まあ私が変える前に思ってることですけど、大して変わんないんじゃないかなと思ってます。はい。まあただの自己満足程度にしかならないんじゃないかなと思ってますけど、まあちょっとね、Pentium、まあ悪く、別に今現在使ってるので、特に遅いとか問題はないんですけど、ただね、自己満足で、Core i3 に変えていきたいと思います。はい。ではね、ちょっと現在の状況を見ていただきて、その後ね、この CPU に換装していきたいと思います。はい、ってことですね、今これが換装前の状態ですね。CPU-Z で今 CPU の方を見てます。で、プロセッサーの方がインテル Pentium の B980 サンディブリッジですね。で、MaxTDP の方が 35W で、リストグラフィーが 32nm。で、コアボルテージが 1.191 ってことなんですけど、だいたい普段は 0.7 ぐらいかな。今、キャプチャーしながらなんでちょっと上がっちゃってます。で、コアのスピードの方も、まあ 2.4GHz かな。今、ちょっと上がって、それで固定されてる状態ですね。はい。で、まあ、キャッシュの方が、まあ、一応、レベル3まであって2メガですね。2メガバイト。で、大きな違いところで、まあ、コアが2コア2スレッドですね。で、i3 に変えると2コア4スレッド。まあ、スレッド数が倍になります。そこがどこまで効果的かというところなんですけど、うん、今回ちょっとやってみてね、その辺の違いがどうなのかっていうところを見ていきたいと思います。はい。で、温度とかも、今もうちょっとキャプチャーでね、もう77度まで上がっちゃってますけど。はい。普段はね、だいたいね、40度前後で動きます。はい。そんな感じですね。で、一応 CPU のスコアということで、一番わかりやすいのが、まあ、シネベンチだと思ったんで、シネベンチの方を撮ってみました。でね、結果の方がこちらですね。OpenGL の方はちょっと性能不足で動きませんでした。まあ、OpenGL が参考になるかどうかっていうのはね、疑問ですけど。で、CPU の方が154ですね。で、シングルの方が81ってことで、まあ今現行でそれなりにまあ早いだろうと思われるのが、ね、多分ね、500、まあ自分の基準ですけど、500以上あれば、
まあ使えるパソコンかなっていうところで、まあこちらは154でシングルのが81ってことで、まあちょっとお世辞にも早いとは言えないですけど、まあ普通に使う分には問題ない値ではあります。はい、この辺はねおそらく変わってこないんではないかと思うんですけど、まあその辺もちょっと興味があるのでどうなるかというところですね。はい、ではですね、実際に CPU 乾燥してこの辺のスコアがねどこまで変わるかというところをやっていきたいと思います。はい、ではねやっていきたいと思います。分解の理論は特にありません。とりあえず見えるネジを全部外して中までたどり着く、それしかありません。詳しい分解手順等を知りたい方はね、それぞれお持ちのパソコンの型番スペース分解でねやるとね多分ネットで出てきます。私の動画ではそういうちょっと細かいところは省略させていただきます。はい、ではね分解していきます。はい、ですね、一応ここまで分解できました。でね、ここに CPU が載ってますね。はい、で今からこれを外して、Core i3 の方にね書いていきたいと思います。はい、映像的にはね多分何も変わってないと思うんですけど、一応 Core i3 にね載せ替えました。はい、でねまあグリスモを塗って、まあ、これでねもう一回元通りにして、まず問題は起動するのかっていうところがまあ一番の問題なんですよ。ノートパソコンの CPU 乾燥はね、まあそこクリアできればまああとは大丈夫かなっていうところでもう一回組み直して元通りにしたいと思います。はい、で組み直しましたんで、まあ、これで電源入るかねどうか確認してみたいと思います。まあ、入るとは思うんですけどやっていきたいと思います。あ、来ましたね。あ、BIOS 入れなかったですね。 BIOS 入れなかったけど、はい、起動してますね。大丈夫そうかな。一応見てみますね。うん、はい、 Core i3 の 2310M って書いてありますね。ちょっと見えないと思いますけど一応ちゃんと i3 になりました。はい、ってことでね先ほど同様ちょっとね、ベンチマーク系のスコアがどうなるかっていうのを確認していきたいと思います。はい、ですね、再びキャプチャー画面に戻りますけど、まあ、CPU 変わりましたね。インテル Core i3 の 2310M になりました。サンデーブリッジ、ここ変わってないですね。MAX TDP が 35W で、リソグラフィーも32なので変わらず、コアボルテージ、まあ 1.0GHz、まあこれも変わってないですかね。で、コアスピードの方が2095ってことで 2.1GHz ですかね。ここは下がってます。で、キャッシュの方は、1,2 の方は変わらず、レベル3の方が3メガ、1メガだけ増えてます。で、大きく変わったのが、コア数ですね。コア数じゃないな。コアは2コアで、スレッドが4。4スレッドに変わってます。で、温度の方とかはね、特に変わってません。はい。ってことで、シネベンチの結果を取ってみたんですけど、まあ、シネベンチしか取ってないので、総合的にどうかっていうところはあるんですけれども、シネベンチの結果がこちらですね。はい。CPU の方が183、シングルの方が73ですね。結果ですね、まあ、マルチの方は若干上がってます。で、シングルコアの方は、まあ、周波数が下がったってことで、スコアも下がった状態ですね。はい。という結果になりました。ってことで、まあ、今回の検証なんですけど、2コア2スレッドのペンティアムから、
2コア4スレッドのコア i3 に変えたところで、結局